はい、どうも皆さんこんばんは、カズマックスです。はい、今日もおやつタイムでございます。今日のコーヒーはエチオピアです。そして、そう、今日のおやつはね、ちょっと特別なんですよ。今までね、結構スタバのおやつとか、なんかスイーツ屋さんとか、そのお店でしか食べられないやつとか紹介してきましたけど、はい、今日はこちら、じゃじゃーん、グリコから出ている、発酵バターが香るショートブレッドってやつを買ってきました。これね、この間生放送で、教えてもらったんですよ、視聴者さんに。このおやつシリーズをね、楽しんでくださっている方から、カズマックスさん、これすごく美味しいですよとかなりね、押されたんで、ちょっと気になっちゃって、昨日スーパーで買ってきました。たまたまあったんでね、買ったんですけど、実はもう食べちゃいましたいやー、ね、食べちゃったんですよ、ごめんねこれ11枚入りなんだけど、もうね、5枚しかないんだよね美味しかったんですよ、言ってしまうと食べちゃいました。これすごく美味しかった、だからちょっと紹介しようかなと思った。本当はね、個人的に食うつもりだったんだよね。はい、これ、シャルウィーって書いてありますけど、これが名前なのか、シリーズ名なのかな、シャルウィーっていうのは。で、その中のショートブレッド、なんかいくつかあるらしいですね、これね。発酵バター 31%、31% 発酵バターを使ってるってことかな。はい、じゃあ開けていきます。いや、これがね、本当に美味しいのよ。はい、見た目がね、じゃじゃーん、まあこんな感じで、なんつーの、カロリーメイトみたいなさ、なんか本当に普通の ビスケットとかそんな感じなんだけど、これがね、あー、めっちゃいい香りする、すげーうまいのよなんか今日は可愛いなとりあえずじゃあこれで、今日のおやつをいただきたいと思います。これね、確かスーパーに300円くらいだったかな、そこそこまあ安く普通に買えるんだけど、じゃあまずどうしよう、とりあえずコーヒーからいただきますか。うん、あー、うんめ、エチオピアうめ、久しぶりにね、ちょっと今日入れたんだけど、うん、師匠から同期立ての豆でさ、うーん、ま、香りも抜群だよ。うん、あー、口の中が幸せ、あ、超うめじゃあこのね、コーヒーで幸せなこの口の中にショートブレッドいただきます。食感がね、結構ザクザクなんですよ。硬い。硬くはないけど、ザクザク。うん。うん。ボリボリ、ボリボリしてる。うん。すごくね、食感がいい。俺、食感、いい、ついてすごい好きなんですよ。うん。うんま、うんまいな。いや、でも、なんか特筆すべき何かがあるってわけじゃないんですよ。発酵バターって書いてはあるけど、別に発酵バターだねって分かるもんでもないじゃん、そういうのって。まあ普通にバターだねっていう、まあ美味しいクッキーだねって感じなんだけど、スタンダードな、美味しい、スタンダードを極めましたねって感じ。うん、そしてね、いや、コーヒーと合うのよ、めっちゃ合う、うまいこれほんと美味しい。ほんとなんかこう、ここがめちゃめちゃうまいねとか、こういう味がするねってわけじゃないんだけど、なんか手に取っちゃう、なんか食べちゃう、なんか開けてしまうっていう。まあやっぱ美味しいのってこういうことだと思うんですよ。うん、なんかこうやっぱり特別なもんとかあっても面白いけど、やっぱり毎日食ったら太るか、自然にね、こう合わせたいねとか、なんつーの、とりあえずこれがあればいいでしょっていうくらいの、もう王道なやつ。うまいんだけど、めっちゃほんと口の中が幸せなんやけど。うん、シュークリームとかでもさ、結構パイシューとか好きなんですよ。クッキー系とかもほんとザクザクバリバリした感じ、おせんべいとかも好きだし、うん、絶妙な柔らかさ、全体的に柔らかいんだけど、一噛み一噛みがボリ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 になるんですよ。で、食感が面白くて、うん、飽きが来ないし、うわぁ。あー、やっぱ、クッキーとさ、コーヒーって、まあまあまあ、間違いないわな。うん。
で、この味なら多分、まあ間違いなく紅茶にも合うと思う。明日紅茶と一緒に食べてみようかな。うん。うまい。正直、こういう、箱に入って一つ一つが小袋化しているやつって、あんまり好きじゃないんだけど、これはね、いい。もういい、これで。そんなこと気にならないくらいね、美味しい。うん。ま、これはいいの教えてもらっちゃったな。うん。まあ、そこそこ、11枚入ってて、200円とか300円とか、うん、普通に買えるんで、まあ、もしよかったら。多分普通にね、あると思います。クッキーコーナーとか、そこそこ大きいスーパーとかであれば。で、もしあれだったら、下にリンクも貼っておきます。確か Amazon で買えたはず。うん。もしよければ。おいしい。なんか、僕プリンをさ、そう、お一人じゃないですか。カズマックスの好きなプリンっつって。絹ごしプリン、ロピアの絹ごしプリン。まあ、あんな感じよ。なんかスタンダードで、だけど、ちょっと光ってて、美味しいってやつ。うん。だから、まあ、ほんとスタンダードだから、多分飽きが来ないんだよね。もともと僕、好きなものって、もういくらでも、もうヘビロテできるタイプなんだけど、まあ、普通の人ってそうじゃないでしょ。多分、そういう人にも合ってると思います。うん。まあ、これはね、いいよ。クッキーコーナーってさ、結構いろいろあんじゃん。ムーンライトとかさ、ビスコとかさ、赤いのとかさ、黒いのとかさ、なんかいろんな、まあ、スタンダードなクッキーのシリーズあんじゃん。あん中でまあ、僕的には一番だね。いろいろ食べてきたんです、今まで、ほんと。コーヒーを始めたばかりの頃からやっぱり合わせたいじゃん。最初コーヒー入れるんだったらやっぱり欲しいなと思って。うん、そんなにおしゃれなお店とかもなかったしさ、知らないし、そもそも。だからコンビニとかスーパーとかでそういうスタンダードなやつをね、物色していたんだけどね。いやー、その中のまあちょっと頂点かなっていうくらい、うん、美味しいね。はい、というわけで、今日のカズマックスのサブチャンネル、うん、本来は本当に個人的に食うつもりだったけど、あまりにうまいから、もう本当にこういうもんでもちょっと紹介したくなっちゃったっていう、はい、動画でございました。まあもしよかったら食べてみてください。教えてくれた方ありがとうございました。うん、これから多分何度か食べることになると思います。うんうん、このいいところってさ、いくつか買っといて、こう、一気にストックしておけるってとこだよね。うん。うまっ。あー、幸せ。いや、今日食べきっちゃうな、これ。昨日6枚目まで食べてさ、いや、まずい。いや、これはダメ。食べすぎと思って。結構カロリーあるしね。うん。あと、まあ、今日動画撮りたかったし、いや、これはちょっと撮らなきゃまずいと思って。今日の撮っときました。まあ、食べすぎ注意です。はい、というわけで、今日のカズマックスのサブチャンネルでございました。あれ、もう行ったっけ？はい。じゃあまた次回お会いしましょう。じゃあねー。うん。うまい。うまい、うめ。ああ。